私の家に来たということは、祭りかの試練。ああ。そうなの？いやー、まあ、とりあえず頑張りますか。そうです。そうです。ふふふ、祭りかの試練、始め。なんかぬるっと始まったわ。試練の内容はね、私との勝負です。あ、なんかぬるっと試練始まりましたわ。3体ね。ああ、鋼フェアリー。レベル高いな。これさ、さすがに、種族値500も確かないポケモンなんで、潮招きも出すのは可だな。多分死なないと思う。水飛行でしょ？鋼の技は今一つになるし、防御も104あるってことで、多分まあ一応出すことはできる。で、雨降らし。おお、これさ、一回熱湯してもいいかもしれん。一発。さすがに耐える。まあ強いね。潮招きやっぱ強いわ。いや、これ強いわ。潮招き確信したわ。強い。で、フェアリーなので、まあ、シャインでいくか。弱点は、待って、クチートで弱点なんだっけな。炎か。炎だけか。炎だけだ。炎が4倍か。炎が4倍か。あ、わかんない。炎だ、とりあえず。めんどくせえな、これ。どうしようかな。じゃれつくなんで、八方だな。あと地面だ。さすがに大丈夫。で、まあ、出会い頭じゃ落ちないだろうね。さすがに。ドリルライナーよりもアクアブレイクでいいと思う。うれい。いや、これはいい。このアメパはいいわ。これはいいわ。マジで強い。おーい。なるほど。リー、お前行け。待って、積み技とかないよな。フェアリーだから、OK。で、レベル高いな。まあ、マグニーで、とりあえず。まあ、マグニーじゃなくてもいいな。シャインでもどっちでもいいな。まあ、マグニーで行こうか。雨4ターンだよね、確かね。じゃれつく。みんなじゃれつくだね。まあ、さすがにね。雨が上がりました。まあ、ラスカノで一撃でしょう。冷静になろう。ちょっと一回書くわ、とりあえず。うーわ、キモすぎる、マジで。おちょっとマックスが悪いわけじゃないんだけど、グランブル、キモいわ。やばすぎる。これ、社員でも負けてたのかな？いや、社員だったら大したんだろうな。
うわーし、マジかよ、知らねえよ。一旦八方出して地震だろ、飛行は絶対使ってこない、一回八方出して出会い頭で減らそう。ねえ、やばいこいつ、やばい、社員地震では死ぬかな。威力105でしょ、で攻撃力が多分140ぐらいあるんだよな。まあ多分耐えると思う、吸収じゃなければって感じ。嘘だもう、やだ、うわー、格闘持ってないよなお前。待って、ジャレツク、ストーンエッジ、地震だろ、いや格闘ありそうだな。ヘビーボンバー効果抜群か、体重差があればあるほどだったから、まあ一回打ってみようか、死ななそうだけどな。まあ覚えたとってタイプ不一致だから、あ、オッケーオッケーオッケー、いやキモいな、落ちろよ、よし、はあ、うわ、あぶりボン、フェアリー虫、まあ、ドラゴンリー出すか一回。あ、これまずいなマジで。フェアリー虫、まあ大丈夫だな。うわ、くそ、マグニーいないよ、きつすぎるな。は？ラーショでなんとか倒せないかな。これ回復するか交換なんだよ。社員に傷薬使うか、ラーショでどうにかするか。まあそうだな、ブリボン、まあ、マジカル社員を持ってるのかな。いや回復して攻撃だな、回復して攻撃や。はあ、回復して攻撃や。50回復では間に合わねえな。
いやー、満タンが8、回復が3か。いや、これ使わないとダメだ。使うわ。花粉団子。なにこれ超強いじゃん。まあ急所でも大丈夫。まあ多分さすがに一撃でいけると思う。は？うわ、毒毒になんね。え、まずくない？これだって、なんかこれ強いな、アブリボン。これ、どうせ回復するんだったら、ラーショに回して、満タンで回復した方が、まだ吉だわ。防御83。花粉団子特殊だろ、多分。どう考えても。さすがにその方がいいわ。あ、いけそうだな。これだったらそのままでいいと思う。のしかかりで倒すわ。うん。はあ。いや、きつ。いや、きついよ。あなたの島巡りは特別だったみたいね。はい、私に勝った証に桃色花びらをどうぞ。おっと、祭りかの試練はまだまだ続くよ。アローラのキャプテン、みんなと挨拶して花びらを集めてほしいな。やべえ、ちょっと待って、どうしよっかな。うわぁ、エアームドだな。いや、電気、いや、地面欲しいな。うわ。グランブルの地震、そりゃないぜ。そりゃないよ。うわ、そりゃないわ。見てくれ、こんな強いのに。そりゃないわ。うわぁ、頑丈があったらなぁ。あるんだけど、要は HP が満タンだったらなぁ。あ、まずいな、マジで。決めた。決めた。ゴースト毒じゃない、ゴースト草、あいつだ。電気に出せる、ちょっとポケモン出そう。ダダリン、うん、ダダリンでいこう。いや、これはかなり痛いわ。かなり痛いわ。かなり痛すぎる。マジで辛い、これ。